はい、では今日の授業はここまで。何か質問のある人は職員室で待ってますね。やっと落ち着ける。湯崎先生、お恋愛相談に乗ってもらっていいですか？いやいや、僕教師じゃないんで。ちょっと、でもさっき質問がある人は聞きに来いって。それは授業内容についてってことで、そういう相談は女性同士でもある柳先生に。そんなの不可能ですよ。だって柳ちゃん恋愛経験全くないんだもん。ひどい言われようだ。意外といないんですよ、先生みたいに年齢も近くて女心も分かってる男の子。はあ、じゃあちゃんと相談に乗れるかわからないけど、どんな相談なんですか？私の彼が遊び人で浮気ばっかするんですよ。いやいや、いきなりそんなヘビー級の恋愛相談手に負えないって。家に行っても他の女のことばっかで、いろんな女をとっかえひっかえ、もう最悪なんですよ。それはその別れを考えるっていうのは。先生、それができたら苦労はないですよ。先日も部屋に行った時喧嘩になっちゃって、その女と私どっちが大事なのよって言ったんです。そしたら、ティファは俺の初恋だからって。遊び人ってそういうこと？もうほんとゲームやるかアニメ見るばっかで、手も握らせてくれなくて。よかった、すごく健全な話だった。よくないですよ、マイクール新しい嫁の話ばっかで、全然私のこと見てくれないんですから。まあ今はそれでいいんじゃないかな。君みたいな子に積極的に言い寄られて照れてるだけかもしれないし。そういうもんですかね。でも湯崎先生がそう言うならそうかも。どうしてですか？そりゃあ先生が信頼できそうな人だからですよ。だって先生、授業始まる前にみんなの名前覚えてたでしょ。あ、私のことも最初から名前で呼んでたし、プログラム教えるだけの客員講師でそれができるって相当だと思いますよ。すごいな、女の子ってそういうとこちゃんと見てるんだ。だからきっと、この人は素敵な人と結婚したんだなーって思ったんです。はい、その通りだと思います。ゆうかん、ゆざきちゃんって下の名前なんての？うささん、下の名前？あ、そういえば聞いてないわね。でしょ？連絡先登録したいから教えてよ。NASA です。湯崎 NASA。 へえ、かっこよ。カタカナで NASA？ あ、いえ、星空と書いて NASA と言います。なるほど。それはなんというかご苦労様だね。うわぁ、こういう反応久しぶり。うちにも名前のインパクトすごいやついるから。え？そうよ、湯崎ちゃん、要は名前負けしなきゃいいってことよ。え？そんな子いましたっけ？あ、気づかなかった？まあ聞き馴染みあるから言われないとわからないか。でも実際聞くと驚くよね。とはいえ、うちらのお姫様はさ、今日もご機嫌斜めだったみたいで授業には出てなかったけど。姫様？そう、なんかスペシャルなやつだからそう呼んでる。